一斉のでバンバンザイなです。ギシです。みえです。はい。はい、ということで、はい、まあ、最近はですね、あの携帯がないと生きていけない人間が増えたものですよ。はい、間違いない。私たちも例外ではなく、本当に携帯がないとそわそわしてしまう。いや、そうですね。でその中で、もうマジで作った人天才だなって思ったアプリがあるんですけど、LINE、もうこれみんなやってるじゃん。まあ確かに。LINE ない使ってない人少ないよね、今じゃ。LINE の機能もさ、電話の履歴が見れるみたいなのとかさ、うんうん、あったじゃん。うん、あったね。だから送信取り消しなかったよね、昔まで。うん、なかったなかった。ここ1年2年ぐらいの話じゃん。そう、うん、その送信取り消しでね、多分喧嘩したカップルとかも多いと思います。はい、いや絶対多い、便利な分。多いと思う、本当に。だってさ、シンプルにさ、メールだった時、うん、位置情報アプリもないしさ、はい、ね、あの既読とかも分かんないからさ、うんうん、正直今の方が浮気とかが増えたっていうよりはバレやすくなったのかなと思うんだよね。そうだね、元々見つけるあれが証拠がないじゃん、うん、だって連絡返さなくてもさ、うん、あれだけど、今ってさ、もうずっと帰ってこなかったら既読ついてんのにとかさ、うん、あるじゃん。あるよね。ということで今回はですね、はい、終わらせんな。何、じゃあまだ話したいことあった？あるよ。言ってみてよ。だ昔の歌手ってさ、うん、なんかの恋愛的な恋愛ソングとかも全部メールじゃん、うん、今の歌は LINE だからね、メールの代わりに表現が。 LINE を返さないと、なんだっけ、 LINE の、 LINE あるよな、なんかでも LINE を返さない。あと山優里さんも Twitter は閉じた、でもインスタに残った。 LINE はどこ行った？ないじゃん。いや、あの頃ないじゃん。表現が増えてんのよ、もうアーティスト。 Twitter あったよ、昔から。あったか。あったでしょ。でもう一つ、はい、LINE にメアドみたいな自分で作れるアドレスが欲しいんですよ、私。あー、なるほどね。ユーザー名ってことだよ、だから本来。あ、そう、なんかさ、昔さ、メールアドレスを交換するときとかにその人の特徴が出てたわけや。ベースボールラブとか、はいはい、うんうん、そういうのが欲しいの、私は。確かに、俺もナナカエターナルだった。ナナカエターナル、うん、ナナカっていうあの彼女がいて、エターナル永遠っていう。別れてどうしたの、そのメアド。変更して義士、サッカー一度に。え、自分のメアド、それはできひんよ。できないよ、俺すげえんだよ。当時からやっぱね、違うオーラ放ってたね。典型的な恋愛型やなって、それ、うん、ということで今回はですね、はい、視聴者から集めた異性の引くライン大公開。はい、まあ、前にあの寝起きかなんかの企画の時に、あの LINE のスクショをお互い見せ合ったことがあったじゃん。お前引くラインしてんだ。え、そっち見せてくれなかったじゃん。え、だってみゆには見せて、だって見せてくれなかったからミッション。だから無理。どう見せ。いやいや、もうそういう考えの人ちょっとあんま絡みたかった。いや、お前見せろ。お前多分引くほどの LINE してんだろ。多分 LINE とか見て、うん、俺らでなんか言っていくじゃん。うわ、これは引くねみたいな、うん、絶対負けてないから。ほんとか。だってみゆでさえあんな気持ち LINE してたんだ。そうだ。二次災害、こっちは。やめてよ。まあ、ちょっとさ、LINE とかってさ、だって直接会うよりもさ、顔見てない分言いやすいじゃん。まあまあ、そうね、そういう言葉を、うん、だからあの気づいてないだけで、改めて見るとめっちゃキモいのよ、自分の LINE とかって。うん、わかるよ。キモいでしょ。基本 LINE で変な言葉は残さないかも。送信取り消しするんでしょ。じゃあ、あの口で言う、会った時に。ほんとかよ、LINE 見せてみろじゃん。じゃあ LINE 見せる。後でな、一回見て。LINE 見せろよ。じゃあ昔はさ、違うかもやけど、でも、うん、初期としてね。見てよ、お前そのすぐ初期化エピソード。もう見せる。一回なんか言ってみえ、あるか見たのか。うん、なんか言ってみ。大好きで、一回大好きって大、ひらがな、カタカナ。いや、うんと漢字。いや、ルナでも漢字読めないから、ひらがな。ほら、女の子は女の子、女の子、うん、あれは漢字は大好きは引かないけど。隠してた、ほら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 、そんな言って、ほら、ルナ、あんまり口にしないんだよ。これ見てみるか、一回。うん、これお兄ちゃんの隣、ほら一番上行ってみて。いや、一番上ね、隠すからこいつ。一番上行ってみて。え、待って、内容見てるわ。あ、見て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 。書き大好きだ。書き大好きだったんだ。漢字な。ほらほらほら、そういうもんでしょ。違う、そういうもんじゃん。十個のうち全部ギシ君のやつ。あいつよ、こいつ。すごい。なんだ、もう3やで。2行けよ。数字じゃないよ、数字じゃない。数字じゃねえから。言葉を伝えることが大切
ちょっと待って、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 内容を見ていきたいと思います。はい、それでは早速やっていきます。しゃあ、見ていきますか。はい定期的に動物になる。おぉ、ミャーなどまあまあまあ、定期的に動物になるぐらいなら許せんじゃないか。え、やだ、ね、やじゃない、ね、疲れたワンとか嫌やもん。そう、え、じゃあ許せる動物だけ決めよう。今ピヨピヨ会いたい、ピヨ怒ってるガオとか。うわ、確かに大動物だね、それは恋愛マスター、俺からしたら大動物だそれは。何も許さないかも。じゃあバブーは。バブーも無理。オンギャー。オンギャーも無理。レチュヨとかは。レチュヨも無理。え、じゃあさ、もしさ、いなかったでさ、じゃあめちゃくちゃ坊ちゃんとアナを可愛がってました、うん、そしたらさ、俺も構ってほしいワンバーみたいな。いやだ、いやだ、えー、キモい、キモい。え、じゃあリアルな鳴き声とかだったら、だからワンとかじゃなくて、ウォッ、会いたい、ウォッ。じゃあ、それはワンコに向かって、あの、喋るとかっていいけど、ルナにはやめてほしい。あー、なるほどね。お前もなんか、じゃあ、変わったとかじゃなくて、昔はあんなにゃんにゃん言ってたのになるの。いや、言ってたわ。言ってたもん。言ったことないわ。バンバンザイのギシミユみたいになろうよって言われた。ってことはどういうことなんだろう。多分、仲がいいね。なんかよくあるやん、理想なビジネスカップルみたいな。あ、なんかそういう TikTok に侵食された頭で、山ニコみたいになカップルになろうみたいな。だから尻触りたくなったら尻触ってみたりとか、足の匂い嗅がせたくなったら足の匂い嗅がしてみたりとかをってことでしょ。でそういう関係になろうよ。それも、ね、俺義士になるわでいいじゃん。私ミユになろうじゃないよ。そっか、うん、いやミユもだから許すから。いや許してないよ。許してない。なんだかんだ許すから。でもなんか葉っぱにこうやられてる気分なのよ、もう。違う違う、もう怖い。嫌な人。聞く LINE じゃん今日。毎日電話。電話苦手な人とかいるからね。あ、嫌われたくないじゃない。毎日電話するのを普通だと思ってる彼に対してこれを言うことによって、え、なんかあんの、俺のこと好きじゃないのみたいな顔やっちゃってんだね。言っていいと思います、これは、はい、私電話苦手なんだよねとかで言って、うん、え、ん、語尾が〇〇4って来た時、え、これ私やっちゃうんだけど。俺基本4なんだ。え、私もなんかもうつく4とか言っちゃう。わかった4とか。あ、わかるわかる。はい4ってやつ。あ、はい4もやるね。ありがとうねんとかもやる。あ、確かに。やるよね。了解ですんとかは。あ、おじさんくさい。あ、ねやね、目をくるんだけど。りょっぴんですよ、やっちゃう。え、なにそれ。サンピンチョみたいだね。あと俺めっちゃ一時期多分使ったことあると思う。何？オッケーっていう時、オケアナグランデって言っちゃう。聞いたことない。聞いたことない。聞いたことない。一回も出たことない。え、調べてあげっか、オケアナグランデって。オケアナグランデって俺結構一時期使ってた。言ったからね。怖っ。めっちゃ怖い。女友達とご飯食べに行ってる時に奥の方から撮った写真と一緒に今見てるよって LINE 来たこと。めっちゃ怖い。あ、それが当たった。え、そう、好きな人？わかんないわかんない。でも俺も今見てるよって遠目から来たことあるからね。え？スペインで中野から。中野じゃん。ホテルでゴロゴロして盗撮されたね。でもな、これ中学の時似たようなことあって、うん、あのめっちゃくちゃな彼氏いたの。彼氏いたのよね。うんうん、彼氏いたのをめっちゃくちゃ彼氏いたんだお前。めっちゃいたよな。あのめっちゃあの公表してて、うん、彼氏いたってみんな知ってんの、うん、でも一人めっちゃくちゃルナのことが好きな人がいて、うん、教室にルナの机に大好き大好きって机に書きに来たりするの。勝手に入ってめちゃくちゃ怖くね。そうとか、もうずっとあの休み時間覗きに来るとか、そういうのあった。なんかわら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 とかさ、 www っていうのが多すぎると引く人多いっぽい。めっちゃ使っちゃう。俺もやっちゃうな。めっちゃ使っちゃう。でも爆笑って送ってるときだいたい真顔よな、うんうん、ちょっとにやけるぐらい。え、でもちょっとなんか心臓プンプンプンってなってる、うん、あーわかるわ、うん、全部聞いてくるやつ。こっちが質問してんのに質問返ししてくる。なんて言うんだろう、どこ行きたい、何々ちゃんが行きたいとこならどこでもいいよ、何時に出発する、何時に出発したいみたいな、もうオウム返しみたいな質問、うん、質問の仕方が下手なんじゃない、喋ることもないし。
じゃあそれが付き合ってるカップルだとしたらさ、ちょっとぐらいさ時間の指定とかさ、何かしらプライドあってほしくない？まあ確かに場所のここがいいとか一個もないのは、だからそれは多分男側から俺はその彼女に尽くしてるよみたいなアピールなんだけど、不器用な人はそうなんの。あーなるほどね。だからモテる男っていうのはいろいろね、そういうとこがとなんか適当だから、逆に沼ね。そうね、そこがいいんだよ多分。うわ、俺これ思うんだよね。シンプル友達に自分とのトークを送られたら嫌だ。まあ確かにちょっと嫌だかも。でしょ、これ多分女子が多いと思うんだけどさ、その恋愛で何かあるたびにさ、その部分を切り取ってさ、こんなの送られてきたって友達に送るやん、友達からしたらそこの部分だけ見て流れあんま知らんかったら、うわキモってただなるじゃん。あー、まあ確かにね、その男だけが損するやつみたいな。え、でもさ、まあその一部だったら確かに嫌だけど、全部のさトーク履歴こう来たらさ、平等に見れない。まあ確かに全部のトーク履歴来たらね、こんなん来たとか言うじゃんよく。あとそういう人に限って、あの自分の送ってるところ隠すためにキーボードとりあえず押してる。うわーやだ、めっちゃ嫌。嫌なんだよね。これルナのお兄ちゃんとか弟大丈夫？これ関西弁だから森本兄弟の可能性あるよ。俺エッチうまいでって後輩から LINE 来たこと。やばすぎ。男のエッチうまいでって言うじゃん、男のうまいでっていうのはそれはもう思い込みで、女は演技は何でもできるじゃん。まあ確かに、だから男がうまいでじゃなくて、女の子のいかにその演技力とどんだけ満足させるかっていうさ、こっちがあれじゃない、確かにね。うまいでって何なの？何なん？マジで？うまいって何なの？いや、うまいって何なんだろうね。だってさ、ド M の人にさ、いつも通り自分がハマってるド S をやったらさ、それハマるじゃん、でもさ、ド S の人にさ、いつも通りみんながハマってるやつをやってもさ、そいつからしたら、うわ、キモ、下手すぎ何も分かってないってなるじゃん、うまい下手なんてそんななくない？相性じゃん。相性だと思う。でもいるじゃん、うまい今みたいな、うまいっていう人は。だから関西弁なんだよ、大丈夫。何や、関西弁なんだよ。ケイスケ君なんじゃない？はっ、ケイスケ君、うんちせえへん。アイドルだと思ってるはい、ということで皆さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。まあ、ほどほどな恋愛を、そうだね、しましょうよ。はい、まあでも惹かれてもいいのさ、伝えたければ、犯罪にならなければ、後悔しないように。はい、ということで、このチャンネルがいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。